鳥の足メタクリネスローチューウンディスカーペンターは、海ゆりの一種。日本近海では最も普通の海ゆりであり、原生の海ゆりでは、比較的浅い海に生息するものである。細長い茎の先に、多数の腕のついた、額部がある、ゆりに似た姿の動物。生児は、ベ紅色を帯びるが、死後は、単光色となる。茎は、長さ30から50センチメートルで、 断面は丸みを帯びた骨格形。十一から十二節置きに不死関節となり、そこから上向きの薪枝が五本ずつ出る。薪枝は四十の四十五節からなる。腕は三から四回分子して約五十本の腕となる。第一の腕に七から十節、第二の腕に十二から十五節、第三の腕に九節ある。分岐の次の三節目に不動関節がある。 金枝は第二焼いたより先に生じ、最初は26節あるが、先端の方では14から15節と短くなる。相模湾や紀伊水道などの100の500メートルの深さの海に生息する。日本近海からは数種の海ゆりが記録されているが、本種はその中で最も普通に見られるものである。本種を含む海ゆり類の研究は、 ドレッジなどによって得られたサンプルのみについて行われてきたため、その生態面などの研究は困難であった。だが、20世紀後半になり、生態映像が多く入手できるようになり、それを通しての研究が行われるようになった。相模湾の水深160メートルあたりでの調査では、本種は、歴や岩が露出するような海底に生息している。 茎の基部のき枝数組を用いて岩などの硬い基板に体を固定させ茎の上半を持ち上げて触手をパラボラ状に広げ露過接触を行っている口の側は必ず海底の水流の型に向け広げた触手の先端は水流になびくように後方に向かうその際触手を広げる高さは底面から十からセンチメートルの範囲に限定され 茎をそれ以上高く伸ばせる場合でも、この高さに収まっていた。これは、本種の餌とするのが、海底に堆積したデトリタスであり、海底の水流によって、再転落したものを採取しているためと考えられる。また、幹部は、刺激によって地切れが起きやすく、飼育下でもストレスを受けると簡単に落ちてしまう。その場合、茎の型から再生が起き、 数ヶ月で完全な形の幹部が再生される。これは人為的にカミソリなどで切り落としても再現できる。日本で知られる同族のものとして、岡田は他に2種を取り上げている。現実的な利害はない。ただ、海ユリ類は極秘動物で最も原始的なものと考えられ、その出現は古生代カンブリア木まで遡る。そのため、 研究素材としては重要なものと考えられるが、原生種はすべて深海産であり、入種も飼育も難しいことがその障壁となっている。その中で、本種は震度100から150メートルと比較的浅いところに出現するもので、入種が比較的やすい。長期飼育も行われるようになっており、今後、モデル生物としての活用が期待される。以下、記載は、 主として、岡田ほか、P12、岡田ほか、P12 富士台通る、P334 富士台通る、P334 甘宮、岡田ほか、P11 甘宮。ありがとうございます。